スタンスが蛇空を訪れ、スカベンジャーから古い帝国軍ドロイドを買い付けた。たかがドロイドと思うな。はい、どうもみんなです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ジャク攻撃側、ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まあ、ここも、まあ、確かにスナイパー、敵のスナイパー出てくることは多いんですが、まあ、そもそもスナイパーに対抗しようとして遠距離系の武器をアサルトで持ったところで頭を抜かれるだけということは、これはあれじゃないの、 CR2 いってるな。カバー手厚、来てる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 。CR2 刺されそうよね。で今回はちゃんと、今回はちゃんとですね、スマートイオングレネード持ってきているのであれば、イオンショットはいらんやろというね忠告いただきましたので、そりゃそうやなと思いまして。確かにバリアに対してのメタとして積んでたんだけど、じゃあイオングレネードじゃなくていいじゃんっていう、なんかね、このシナジーをねシナジーを感じない組み合わせがあったのを直しまして、まあナイトビジョン積んでるんだけど、まあ夜のステージでなければそんなにナイトビジョンが刺さることもなかろうでといったところで、なんか下行った。まあ、結界打ちなんですけどね。ただこれイオンショットだったら、待て、あー ST 間に合ったな今の、ぼーっとしてなきゃ。まあ、今のところ味方はかなり順調なんで、レジスタンスはドロイドを連れて脱出しようとしている。予想よりも数が多い。まあ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 、まずは補給物資保管所だ。まあ、相手がパソシア、うん、コンバットシールド、強化コンバットシールド積んできてるんであれば、またイオンショットに戻すのも手じゃないかと思います。ご覧か、まあ、一応ねナイトビジョンで見ることによって敵の位置も把握しやすいところではある。 SP を出せなかったのは結構ターゲット、うーわー、ヴァンガードはさすがにきつい。ヴァンガードはさすがにきついが、カイロ、もうカイロ面しか出た。まあ、相当味方イケイケだね。どっかにいるか。あーでも敵に来てるか。だ、硬っ超硬かった今の。フィンいる？フィンいるか、オフィサーがちゃんと。おい味方ヒーロー3人いるやん。ちょっとやめようぜそれ、おもんないて。ただでさえ押せ押せの状態で3人ヒーローいたら、そりゃ負けんやろ、そりゃ負けんやろ。別に共演とかでもないんでしょ。いや3人はやめようよ、3人はやめようぜ。敵はチリチリだ、合流しろ、押していくぞ。一応下がってはいたのか、3人目ね。あと少しだ。3人目ちょっと自重している、自重しているが、さすがにこれだけ押されてる状態で3人出されると超きついと思うんだよね相手。いや頑張ってると思うよ、3人いるからなこっち、そのプレッシャーもあるからな。例えば3、おお、まあ、これで人数はあったと。下手な連射されてる。東出口を攻撃する。まあ、これで均等にはなったが、まあ、若干不正があるので、若干不正がね。ランドがいるのかなこれ。隠れ続けることはできない。回路連がこちらに加わったと。大丈夫、人数合ってる？人数が合ってるかどうかだけが今気になってるところです。そこを抑える。上いるよな。東行くか。いや人数多いんだよなやっぱり。いや人数多いのやめようよ、これはさすがにのやつやで。これさすがにのやつやと思うで。気をつけろ、連中の精鋭を確認した。
人いるのはやっぱどうかと思うわ。とりあえず俺は CR2 をやっていくか。敵も抜けちゃってそうだなこれ。ねえ、ちゃんと戦えてるんだから、ちゃんと戦えてるんだから、そう。あれやん、そんな3人とかやらんでもええやん。そしたらアイテム3人出してくるかな。これはオービタルストライクな。さすがに、次のフェーズで、次のフェーズになればこの3人のアドバンテージはなくなるんで、できればきちんとね反撃する流れで。まあ削っていくのはいいあれじゃない。しまった、レジスタンスの輸送船だ。空から脱出するつもりだぞ。輸送船に爆弾を仕掛けて起爆しろ。ここで失敗したら勝利はない。うん、レイが目撃された。ただここで相手もちゃんと人数これであったはずだから、しっかり守ればチャンスはある。ちゃんと諦めずに人数削りにも来てたから、ここから負けるという恥ずかしい展開もあるぞ我々。味方につけば勝利は間違いない。いないな、上にいる。上にいるな。あの薄汚いスカベンジャー、レイが敵軍に加わったぞ。一応置こう、一応置く。敵をターゲット、反対側から来るの。あそこはダースモールを見てるか。無限の輸送船でカウントダウン開始。裏からなんか来てる。敵のリーダーらしき奴がいる。正体は不明。うお、裏回りがきちんと解除に向かっているぞ。みんなやられちゃったか。ただレイがいるからな、さすがにバレそうだが、まあ、そもそも解除されていた。こっちも守り結構手薄だ。ああ逆に敵は向こうに圧をかけてきたんだ。こっちの方がちょっと厳しそうだなって感じになったんだね。はい、まだ微妙です。レイは倒した。の結果5人おるやん。ダメだ、これはダメだ。結果的に多いんよ。これで負ける流れはマジで恥ずかしいぞ。マジで恥ずかしいぞ。敵をターゲット。でな。言うて負けるはずはないだろう。5人いるんだからな。そう、5人いるんだからな。ケーブルスピン。ただケーブルスピンを追って体力がかなりなくなっちまった。さすがにいいよ。
排除してくると思うんだよな、これで。これで解除に成功はするでしょう。阻止されてる、阻止されてる。おい、最悪や。レジスタンスとエージェントを確認、気をつけろ。やめようよ、これ勝っても面白くないじゃん。なんでインチキなんだもん。さすがにな、ウキウキされてもな。ウキウキされてもね、これで別に普通にやったって勝てたかどうかは怪しいか。相手も結構普通にちゃんと戦ってたからな、まあ、普通にやってたら余裕で負けてた可能性もあるわ。はい、ということでね、いやー、これやって勝ってもな、まあ部屋は崩壊するし、ね、対戦相手次はいなくなっちゃうし、さすがに勝ちたい気持ちはわかるけど、これで勝っても俺は嬉しくないな。というわけでね、皆さんも普通に戦いましょう。別に普通に戦って楽しいゲームです。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。